民衆の敵はヘンリック・イップセンによって1882年に書かれた儀曲。映画化もされている。アメリカでの演劇脚本はアーサー・ミラーによって書かれている。19世紀後半、ノルウェーの田舎町で温泉が発見され、町の人々は観光による町おこしを目論む。しかし、開業医トマス・ストックマンは町の性格書からの排液が浴場を汚染している。 ことを発見する。彼は兄である町長に源泉の使用中止を進言するが利益を優先するため経費のかかる温泉の引き直しは却下され現実を訴えるために開かれた町民集会でも彼の意見は抹殺されてしまう。彼の意思の倫理と人間としての正義感は民衆にとっては敵でしかないのだった。彼とその家族は次第に孤立してゆく。民衆の敵は 九百七十八制作、公開、イプセンの同盟議局をアーサー・アミラーが本案した議局を原作としたアメリカ合衆国の映画である。人民の敵は二千五年制作、公開、イプセンの議局、民衆の敵を原作としたノルウェーの映画である。イプセンの原作によりつつも時代を現代に移して携帯電話やテレビの討論番組などのメディアを登場させ、 主人公はテレビタレント、その兄をミネラルウォーターの会社の社長とするなど、設定を変更している。2006年11月9日から11日に開催された、イップ没後ボ0 0年記念フェスティバル。我々にとってのイップの企画の一つとして、11月10日に、早稲田大学王の記念行動で上映された。ありがとうございます。